はい、皆さんこんにちは、加用まりのです。今日はですね、ブラック司法書士事務所の見分け方ということで題してご紹介したいと思うんですが、まずですね、司法書士の試験ですね、今年の本試験を受けられた方は本当にお疲れ様でした。これからね、結果待ちということになると思うんですが、大体ですね、受けてみて自分が合格したかどうかっていうのは感覚としてはおおよそ分かるところだと思うので、合格されたであろう方向けにですね、これから就職も活動もしていくと思うので、今日はちょっと事務所選びみたいなね話をしたいなというふうに思っております。で、ブラック司法書士事務所っていうのは実は結構存在してですね、一般でいうブラックの定義っていうのは、まず労働時間が長いと、それから残業代出ない、条件が不明っていう、この3つが挙げられるんですね。で、これは司法書士事務所でも共通してるんですが、労働時間が長いっていうのはですね、結構都心では多いかもしれないです。一般的には月80時間を超えると過労死ラインと言われてるんですが、そこまでのところは どうかなとあるにはあるみたいですけどね。で、残業代出ないっていうのは、みんな残業で、一定程度超えると申告しないといけないんですけど、それが出てないとか、あとはそもそも雇用契約の条件自体もよく分からない、残業の取り決めとかね、休みとか不明確だというような、ところっていうのは割とですねあります。で、なんでかっていうと、結構司法書士事務所って個人事務所が多いので、個人事務所だとね、結構労働関係って整備されてないんですよね。なのでこういったことになってしまうんですが、それに当たらないためにもですね、まずは司法書士事務所を比較すること、それからあと今ですね、司法書士専門のエージェントとかもあるので、こうエージェントを利用するっていうのは結構ねいいと思います。雇う側からするとですね、私も相談したことあるんで分かるんですが、雇う側からするとエージェント利用ってすごいね負担なんですよね。司法書士1人資格者雇うと思うと100万円ぐらいで使ってますから、事務所は。すごい大変なんですけれども、その選ぶ側からしたらですね、エージェントがいろんな情報を持っているし、どういった仕事したいとか専門分野とか絞れたりするので、ぜひですね、雇われる側はこれを使った方がいいんじゃないかと思います。それから焦らない、焦って決めないことですよね。今だったらとかね、うちは1月までに司法書士に5人雇うって決めてるからとか、司法書士の事務所っていろんなこと言ってくるんですけど、別にいつからでも就職できますから、なかなかそんなね、本当売り手市場なんですよ。売り手市場なんで、ここで決めてくれたら、内定するよとか言われてもですね、そこに別に行く必要って全くなくて、いつでも行けますから、安心して、ゆっくり選ぶこと。そして最後はですね、ブラック司法書士事務所リストというのがですね、にわかに流れておりますので、これを入手してですね、そこに行かないことです。いろんなこと書かれてます。私がですね、合格した時にブラック司法書士事務所リスト一覧みたいなのがあって、なんとかかんとかさ、これ言ったら微妙だから言わないんですけど、監視カメラがねついてるとか、そういった、どういうところどういう理由でブラック事務所入りしてるのかっていうような理由が簡単に書いてある、そういった代々伝わる秘伝のブラックリスト事務所があるので、これを入手することだと思っております。ここまでですね、ちょっといろいろブラック司法書士事務所についてお話ししたんですけれども、これ言ったら元も子もないだろうって話を今からするとですね、私はですよ、司法書士事務所を選ぶときに、やっぱり最終的には独立を目指していたので、独立するためのノウハウを教えてくれるんだったら、最悪別にブラックでもいいと思って働いてました。で、選んだ基準はとにかく、一連の仕事をさせてくれること でした。個人事務所で商業登記も不動産登記もできて、一からね、最後までやらせてくれるような、そういった事務所を求めていて、それをエージェントに伝えて、エージェントがね最高の事務所を紹介してくれて、その先生がいたから今もね事務所でやっていけてるというふうに、本当にこれはね自信を持って言えるので、そういった選び方が最後はいいんじゃないかなと思っています。で、単純なですね、決済事務所っていうのは結構ねきついですよ、本当に。ずっとね、EAJ の案件やらされるとか、そういう話とかもあるぐらいなので、やっぱりそういう人ってそういうとこに行っちゃう人はね、もうつまんなくてやめちゃうんですよ。みんな面白くない、司法書士の仕事面白くないって言って、みんな私の同期も辞めていきましたから、そういう事務所こそがですね、真にいい事務所じゃないのかなというふうに思いますので、ブラック
ック司法書士事務所に行きたくないっていう、そういったサラリーマン根性よりは、絶対にこう自分が独立するためにこうプラスになるであろう、そういった事務所を選ぶことだと思います。でそこにまあ労働時間が長いことかでね、自分の生活的に難しければ、それはエージェントに言えばいいと思うし、こういったあの選び方っていうのはいっぱいあるんですけども、とにかく独立できるノウハウを教えてくれる事務所っていうのは、必然といい事務所だというふうに私は思ってますので、皆さんもですね、ぜひ自分が将来どうなりたいかを考えて、それで選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思っております。ね、司法書士になってやっぱり安定したいんだという人もいればですね、独立したいという人もいるし、隙間時間に仕事できるぐらいのノウハウをつけられればいいという人もいるので、様々違うと思うんですけれども、まあね、あのそういったところも含めて、まあ、エージェント相談したりとか、あとまあブラック司法書士事務所リストリンという事務所はあの、まあ、基本的には良くないと思いますので、そこはパスして、その上でいろいろね選んだらいいじゃないかというふうに思っております。ということで、ね、皆さん焦って事務所は決めないように、ね、ゆっくり研修受けてゆっくり決めていけばいいというふうに思います。そんな感じで皆さん、今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。